はい。ハトナカ部屋へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。また、えじ、ー、めましての方も、最後までね、ぜひゆっくりされていってください。で、今回なんですけども、見えない不安に反応ということで、群衆心理と備え、そしてね、まあ、投資をされている方で言ったら、これをね、投資行動に活、まあ、かしていこうというふうな内容についてお話ししたいと思いますが、まあ、これちょっとね、あの抽象的なタイトルになっちゃってるんですけど、どういうことかと言いますと、今ね、えー、流行っている新型範囲ですね。 これに対してこう群衆心理的に世間一般的にバーッとね。 流されていってるっていいっっるうな傾向がありますのでこういうふうなのを群衆心理と言ったり大衆心理と言ったりするんですけども、まあ、これっていうのは、まあ、行き過ぎてしまうとね結構注意が必要なんですけども今のところこういうふうな群衆の、ね、流れっていうふうなのを意識して乗るっていうふうなのは大事ですし投資で言うとこれをうまく活用して乗るっていうふうなことも大事なのでこれについてお話ししたいと思いますでまずですねあのいきなり結論としましては まあ乗ると言っても、群衆心理に乗ると言っても、常にね、こう。 自分自身ですね。皆さん自身、あなた自身が、え、客観視しておかないといけないっていうことがありまして、で、その意識を持つ、それを踏まえた上で、え、行動していくっていうことですね。客観視っていうと、どういうことかと言いますと、報道にね、ばーっとね、いろんな報道が出てくる中で、振り回されて、あっち行ったり、こっち行ったりっていうんじゃなくて、まあ、冷静に、この報道とこの報道とこの報道だから、こうだなっていうふうなのを、こうね、えー、読み解きながら行動していくっていうふうなのを、常に意識していくと、 まあ今回でいうと新型肺炎、新型コロナウイルスですけど、まあ、過去で言ったら、ね、あの大震災とか、日本でも、ね、いろんなあの震災とか、まあ、災害ありましたけども、そういう風なので言ったら、まあ、未来にも、ね、同じようなことが生かせると思いますの、ね、で、ちょっと、ねえー、それについてご説明したいと思います。1つ目ですね、今回の流れの1つ目としましては、新型肺炎で世界はパニック気味です、あのーまあ、パンデミックとかも言いますけど、パニック気味に陥っています、これについてお話ししたいと思います。 で、二つ目ですね、まあ、新型範囲がそれほどね、本当は危険なものなのかですね、これについて、まあ、ちょっとね、冷静に考えてみたいと思います。そして三つ目、群集心理ですね。群集心理で市場というのは揺れています、揺れますっていうふうなことについてお話しします。そして四つ目、投資でのね、心構え、投資をされる方は心構えをね、持っていただきたいと思います。 そして最後、5つ目、備えあれば憂いなしですね。まあ、いつもの言葉なんですけども、備えあれば憂いなし。これについてご説明していきたいと思いますそれで、早速1つ目からいってみましょう。こちらですけど、新型肺炎で、まあ、世界はパニック気味というふうなことなんですけど、現段階で言うとね、Yahoo ニュースなんか見たら、Yahoo をこう見ると、まあ、バーっとね、新型肺炎、新型肺炎みたいな。 形になってきてますけども、まあ、全、世界もちょっと似たような感じになっているのかなと思います。で、これで言うと、まあ、新型肺炎ですね。中国が発、中国から、あの、広まっている新型肺炎が、まあ、前例のない感染症であるっていうことですね。これに関して、まあ、不安や恐怖ですね。ここが今、 あると思いますで、まあ、薬がないとか、こう、まあ、難しいな、どうなどういう状況なんだっていう風なのこうな、不安がどん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 こう募っているっていう風な中で、ちょっとこう、パニック気味。で、そこでどうなってくるかというと、まあ、過剰報道ですね、えー、ヤフーとかね、えー、その先ほどのヤフーであったりとか、まあ、日本が過剰報道を知らすと、どん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 その情報ばっかりになってくる、テレビとかね。 だからそういうふうな時っていうのはもう客観的に見るとちょっと遅いんじゃないかなと僕からすると思うんですよねもういいんじゃないかなっていうふうなぐらいにも思っていますで追いつかぬ対策ですねこれ政府の方なんですけどまあ後手後手になってきてるこういうふうな対策の中で余計に不安心理っていうふうなのが募ってくると、まあ、パニック気味もう自分でやらなきゃ自分で守らなきゃとかねあと情報を取りまくるニュースを見まくるもうそのことばっかり 一、ね、日考えてしまうっていうふうなのが、まあ、ちょっとね、頭の中もね、パニックしてしまうというふうなことです。で、次なんですけども、な企業ですね、大手企業が、まあ、デ,スデスクワークというか、あのー、家で在宅ワークですかね、っていうふうなのを GMO でしたっけね、GMO がこう導入してみたり、これ3週間前ぐらいから導入してて、結構、あのー、好調というか、業績変わらないっていうふうなので、もしかしたら今回を機に、 会社に出勤するっていう風な流れっていうのが見直されちゃったりするかもしれないですね。だってその分ね、あの、浮く経費っていっぱい出てきますので、まあ、あの、業種によっては全然ね、そういうことが効かないっていう業種はありますけども、こう、デスクワークでね、家で在宅で住むっていう風な流れが出てくると、もう正社員でも在宅でやると、こう、家族とね、過ごす時間が増えたり、まあ、いい面っていう風なのが、えー、今回の件で、まあ、ピックアップされても面白い部分かなと思います。 であとですね、教育機関ですね、教育機関で広がる体制としましては、まあ、学校のね、えー、先生がコロナウイルスにかかったり、えー、生徒さんがかかったりっていう風なね、その学校自体が今、閉鎖となってますけども、 で、学級閉鎖で言うと、クラスが閉鎖っていう形ですけども、新型肺炎で言いますと、まあ、学校全体が閉鎖っていう形で、これ14日間ですかね、あの、潜伏期間が14日間ですけどこれさらに長引いてて、27日間潜伏で発生とかね、そういう風な発症とか、そういう風な流れも出てきているので、ちょっとこうね、企業や教育機関で言うと、戸惑いはね、たくさんあると思うんですけども、これもまた前例がないので、やはりこう、とりあえずね、無難な策として、 してこういうい風なのが現時点で広がっっっててていいるうななな状況なんでですねなので、えー、それを受けてやはりイベント系ですね相次ぐイベント系の中止であったり、まあ、東京マラソンでしたかねあれはまああの参加者アマチュアの人はなしでとか天皇の誕生日昨日ありましたけどもこれもこう一般の人はなしでっていう風なそういう風なねちょっとこう縮小縮小でこう世間の流れがなってきているのでやはり新型肺炎やばいんじゃないかっていう風なことにこう 心理的にねなってきているという風な状況です。で、まあ1つね。言えるのは日本はちょっとね。初めからゴテゴテ対応でして、ここに、えー、が故に不安。心理っていう風うなのが大きいかなとで。あのー、ね、あの桜を見る会っていう風うなのが。 2時間ぐらい国会でね、議論されて中で、新型肺炎当初のね、始まりの頃っていうのは5分ぐらいしか議論されてなかったっていうのも、まあ今更ですけど、そういうふうなのが取り上げられてると、日本政府大丈夫かいなっていうふうな中で、こうね、あの、ダイヤモンドプリンセス号とかそういうふうなのもゴテ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 っていうふうになってき,ゃきちゃってるので、やっぱり国民感情としては、まあ不安だよというふうにか、あの、まあパニック気味になってきているというふうな状況です。 次なんですけども、じゃあね、それほど危険なのかっていう風なので、言いますと、まあ、ぶっちゃけた話、ね、意味がわからない状況ですね。まだ新型肺炎に対しては意味がわからない状況の中で、でもなぜこれだけこういう風になっちゃってるのかっていう風なのを見直すと、中国の隠蔽対策ですね。 隠しちゃうっていう風な大切ですね。だから、武漢があの17名の死者が出たときに、武漢交通網を閉鎖したっていう風なのがおかしいなっていう風な発信を過去にしてましたけども、これ1ヶ月ぐらい前ですね。なので、これ何かあるんじゃないかっていう風な、これをね、隠してしまうっていう風なので、まだ隠されてるんじゃないかって今度思っちゃいますよね。もう信用できないっていう風なので言うと、世界的に不安心理っていうのが 広がってしまいますというふうな形ですしで、それで先が見えない不安になってきますよね。あのー、まあ、特効薬発,発見しましたとかね、あのー、大体こういうふうに落ち着きましたっていうふうなこうデータが出始めると大丈夫だと思うんですけど、先が見えない不安の中で言いますと、経済的な不安。 あの、経済が落ち込んでいく、落ち込んでいくっていう風なので、別に中国だけじゃないんです。中国のこの新型肺炎のみだけじゃないんです経済的に落ち込んでいくっていう不安、経済面での不安であったり、生活面ですね。働いてる人であったり、学校行っている人、ね。そういう風なので、まあ、生活面今後どうなっていくんだろうっていう風な、こういう風な不安っていう風なのが出てきてます。で、あとですね、インフルエンザとの比較っていうのが、まあ、テレビでね、よくおなじみの武田教授がね、武田教授、大学教授の方が、 ちょっとね、グラフでね、前説明されてたことがあったんですけども、インフルエンザっていうのはかなりの、ね、感染力に比べて、えー、新型肺炎はそんなことないんだけどねっていう風うなのをポロッとおっしゃってたので、まあ、ちょっとその辺がね、あの真実なのか僕はわからないんですけど、科学的に言うと、現在、こう、不安的なのが出ているっていう風なのは、インフルエンザっていうのは毎年、まあ、恒例の行事みたいになってるじゃないですか。 で、まあ、あの、薬もあります。注射もしてますっていうので、はい、インフルエンザねっていう風な形で、まあ、皆さん、あの、頭の中にあると思うんですけども、どうしても新型肺炎、コロナウイルス、中国発っていう風な初めてのことなので、やっぱり初めてには弱いので、この辺で言うと、まあ、インフルエンザと比較してみると、本当はどうなるんだろうっていうことがありますね。なので、過剰報道で言いますと、 どこどこで出ました熊本で出ました北海道で出ましたっていうのは一人一人一人なのに、インフルエンザあれ、本気で報道したらどうなるのかなっていうふうなのがありますね。なので、毎年のインフルエンザを、もし今のような状況で、ヤフーニュースでピックアップするんであれば、死者がどれぐらい出てるのかっていうふうなのと、各地で出てるのかっていうので言ったら、学校がね、閉鎖するほどのことには、えー、なっていないかもしれないですね。 それとあの中国ではちょっと感染の方が頭打ちっていう風な情報も入ってきてますので、まあ、それほど危険なのかといえば、まあ、危険というか不安で先が見えにくい状況っていうのはまだ続くんですけども、ちょっとこう感染が頭打ちっていう風な内容があります。ただですね とは言えなんですけども、SNS の拡散力ですね。あのー、ネットもそうだからこそ、一般的なね、僕らみたいな一般的に SNS を使う人たちですね、Twitter であったりとか、そういう風なところで、もう見たニュースをどん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 拡散していくので、そういう風な意味で言うと、現時点で言うと、やはりこうのね、あのー、 テレビでも発信し出す。そうなってくると、テレビを見ている人たちもネットが気になる。ネットの中ではもう拡散されているっていうふうなので言うと、現時点で言うと、まあ、ごてごての中で、こういうふうな不安心理っていう風なのが膨らんでいっちゃってるっていう風なのが現状です。はい、続きましてですけど、まあ、そういう風な膨らんだ、あのー、心理の中で、まあ、群衆心理っていうんです。群衆心理は市場で揺れていくっていう風なことで言いますと、まあ、あの、群衆心理って一人じゃないですね。 結構こう、一人の人が言い出して、これがこうね、群れになってくると、やっぱそうなんだっていう風なね、何も考えずに、やっぱこっちなんだっていう風なので、大丈夫だよって初めは言ってた人たちに、こう、ついてた人たちも、こう、報道とかが一気に触れることによって、群衆心理がこっちに傾くことで、まあちょっとしたパニックになってくるという風なんで言いますと、あの、前例がありますよね。もうマスクのパニックいが起こってますというので、この前ですね、薬局行ったんですがマスクなかったですね、あの、冷たいなんかこうね、 冷たかったり温かったりするようなマスクはあったんですけど、普通に使えるマスクっていう風なのがなかったので、やっぱここまで来てるのかなという風なことと、パニック害が起こる中でメルカリとかでね、もうやめてくださいみたいなねパニック。 パニックを、まあ、便乗した売りみたいなね、そういうふうなことも出てきているので、こういうふうなのは群集心理を利用した商売になっちゃっていますので、まあ、ここでね、飛びつく人。で、ネット上でも今、マスクがかなり、あの、上がってるらしいですね。高額になってきてるらしいので、まあ、こういうふうなので、次を考えていくとしたら、世界でも起こっているこのパニックいなので、まあ、こういうので言うと、ちょっとこの画像を見ていただきたいんですけども、 僕が普段あの参考にさせていただいているロンドンにね在住しているよしこさんっていうね、ロンドン FX のよしこさんがイタリアのミラノのこうスーパーでのね、様子を写真に収めてくださっている中で、これで言うとね、食料品の買い出しっていうので、まあごった返してるよっていう風なので、これ別にあの、イタリアだけで起こってるんではなくて、韓国でも起こっている。 台湾ですかねあの。あの辺、アジアの地域でも起こっているので言うと、まあ日本でもちょこちょこやっていってるっていう人たちは多いですし、ぶっちゃけた話僕もやっていってますし、あの、今日ね、あの、うちの嫁さんがまた追加で買っていきますっていう風なので、まあ、別にこれはですね、あの、パニックだからどうじゃなくて、パニックになったら買えなくなったら困るから買っとこうっていう風なことなので、まあ事情はともかくこ,この備えっていう風なのは、 まあ先手先手を取ってねやっておかないとマスクのパニック買いみたいなことになってもたまらないのでそういう意味合いでまあ個人でね行動していっているという風な状況です。 ただ、この中でですね、群集心理の中でデマもね、本当になっちゃう。デマ、あれ、あれがデマだったんだよっていう風なことが、現在では本当になってくるっていうこともありますので、この辺のデマで言うとね、最近でね、流れてるのが預金封鎖とかね、あの、銀行が封鎖するんじゃないかと。昨日 SBI の方が、ちょっとこう、出金できないとか、こう、あの、システムトラブルがあったんで、そういう風なのが、 このタイミングで起こると大丈夫かいっていうふうになって、預金封鎖っていうふうな、これをね、あのー、広げたい人がね、もしかしているんじゃないかなって個人的に考えてるんですけど、預金封鎖がどうかとは僕は思わないんですけど、個人的に考えてるのは預金封鎖って言ったらみんな銀行に、えー、お金引き下ろしに行きますよね。その足でお金持って、まあ、パニック買いじゃないですけど、ガーンとね、消費をアップするっていうふな、そういうふなことをね、えー、意図的にね、メディアを使ってやっちゃおうぜっていう人も、 いるかもしれないかなっていうふうな、これはまあ僕は勝手に考えていることなんですけど、こういうふうなデマっていうふうなことも、まあ本当というかね、パニック外に導かれる可能性もあるので、その裏の裏っていうふうなのを日頃から考えてね、行わなければいけないかなと思います。なので、まあ今現在起こっているのは大きな群衆心理っていう大きな流れっていうふうなのは、まあパニック外とかそういうふうなのが起こりやすい状況ですね。 そのロンドンのあの、よしこさんの件じゃないですけれども、こういうふうなイタリア、イタリアですかね、イタリアですね、イタリアミラノの買い出しで、えー、起こっているようなのが、またニュースとして入ってくるじゃないですか。で、僕が皆さんにお伝えする。そういうふうなんでえ、やばいかなっていうふうなんで、またこう、買いが買いを呼んでいるっていう風にのを言うと、ただですね、これは、えー、じゃあ自分はやらねえよと。 お前うるさいよとあの、俺はやらねえよっていう人はいいんですけども結局マスクと同様のことが起こったら嫌なので僕はやっとくっていう風なので群衆心理に逆らう意味って今はないんですね別にコメントとして逆らうのはありやと思うんですけど群衆心理に逆らって食料品なくなっちゃったらたまったもんじゃないのでこれで言うとね、あのーまあ、普通に買っといて別に古くならないものですね長持ちするものであったら、えー、今買っておいて。 買っておけばゆくゆく食べれるもんですし使えるもんですしそういうふうな意味合いで言うとちょっとこう先を見ながら群衆心理に逆らわずここは乗っかって、えー、市場にね、えー、そういうふうな意味合いで購入していくのもありかなと,、まあ、ありかなとは思いませんけど自分はやりますということで、まあ、それはそれぞれのね行動かなと思います。 で、続きましてなんですけど、投資での心構えですね。これは別に今回の件ももちろんなんですけども、こう投資っていう風なの、群集シーンで動きますけども、今回は正直な話、チャンス相場と捉えるっていう風なね、こういう風なことを言うと、相場をね、してない人、トレードとかしてない人で言ったら、人の不安とかそういう風なので、金儲けするなみたいなね、そういう風な声が出る、出る可能性っていうのは大きいですし、出てるでしょうね。ただそういう風なの自体っていうのは、まあ、どうかなと思いますね。 チャンス相場というか、ふと人のね、えー、上げ下げでリザヤを抜くのが、まあ、投資、投機なので、この辺っていうふうなのは大きく動く時っていうのはチャンスなので、ここはチャンス相場と捉えて問題がないと思いますね。で、株価っていうのも群集心理で動いてます。で、各国の、えー、コントロールっていうふうなのはもちろん注意は必要なんですけども、群集心理で株価っていうふうなのは動きますので、変な話、先ほどのパニック買いですね。 意味のわからないマスクのパニック買いに、えー、似たようなパニック売りみたいなのが出る可能性があるので、ここのチャンス相場っていう風なのは上手にこう捉えていく。そして、もしかしたらなんですけども、まあこれ株価は今絶好調ですよね。えー ニューヨークというかアメリカの方もそうですし、日本の株価っていう風なのもいい感じなんですけど、特に日経平均で言うと、今こう大きなレンジ内にいるんですけども、あれがなんかね、バブルに見えて仕方がないっていうのは個人的な見解なんですけども、もしね、下がると売りが売りを呼ぶ可能性っていう風なのが出てきてますので、まあ僕自身あまりね、日経平均とかそういうのを普段はトレードしないんですけども、まあ今回に限っては、まあチャンスというかね、えー、やるべきポイントかなという形で、 まあ、上がれば売り。で、下がれば売りみたいなね、ポイントでね、自分自身はこうやっていってるっていう風なので、これはね、投資で言うと、まあ、群衆心理を、まあ、上手に活用した内容っていう風なので、まあ、投資をされる方は、その辺でね、何を考えてるんだろう、みんな。何を考えてるんだろう、世界の投資家っていう風なので、何を仕掛けてくるんだろう、各国っていう風なのこう、いろんなことをね、考えながらやってみると、結構面白いっていうところがありますので、この辺っていう風なのは結局、 今回のこのパニック、パニック相場というか、パニックのね、状況、新型肺炎のパニックの状況が終わっても、また同じようなタイミングって来ます。世界情勢によってのこういう風なのって来ます。その時もまた同じように自分自身がどう捉えるか、どういう目線でやるか。だから売りが言う、売りを呼ぶ可能性じゃなくても、買いで勝負していってもいいっていう風な、 そういうふうな、いろんな時代がありますので、その辺で、投資としては面白い状況として、見てみるっていうのが一番いいかなと思います。 で、最後なんですけども、備えあれば憂いなしということで、これ僕ですね、過去の動画で配信したので、まあ、一応載せておきますけども、障害者施設ですね、障害者福祉施設の入所施設にいた事例から言いまして、インフルエンザっていう風なのは非常に危険なもんですよと、ノロウイルスとかね、あれを自分がなってしまうと、 ま、利用者さんに一気に広めてしまいます。職員にも広めてしまいますっていう風なので、この辺っていうのを非常に気をつけていたポイントなんですね。なので、これちょっと動画に、あの、概要欄に貼っときますので、興味がある方は見てください。まあ、あの、最低限というかね、あの、やりすぎぐらいのことを毎年やってるんですけども、これで、現段階ですね、皆さんがどうなってるか、日本自体がどうなってるかっていう、インフルエンザが激減してるんですね。なので、これはインフルエンザの激減から見える行動としたら、 もしかしたら僕が普段毎年やっている、冬にやっている行動っていうのを、え現段階新型肺炎怖いからっていうふうにやったら、実はインフルエンザ対策にもなっちゃってるっていうふうなの言ったら、要するに、初めからやっとけよっていうふうなことなんですね。なので、この激減から見える行動で言うと、まあ、やればできるじゃないですけども、普段、その冬のね、対策っていうふうなのを、僕個人から見ると、電車に乗った時とかね、人を見た時っていうのは、 全然対策してへんねんなっていうふうに思ってましたけども、今回で言うと、その他の人ですね、普通に、えー、普通の、普通のって言ったら変ですけどね、普通の一般の方々も、そういうふうなので意識が強まってるっていうふうなので、これはね、今後ですね、新型肺炎が落ち着いたとしても、来年のね、インフルエンザとか、そういう時期には、 またね、思い出してね、やると、自分自身がインフルエンザにならない、で、家族とかね、会社とかに迷惑をかけないっていうふうな、そういうふうなことになってくるので、この辺っていうのは、この行動をね、覚えておくのは大事かなと思います。で、真実はともかくなんですよね、中あの新型肺炎、中国の新型肺炎の真実は今のところともかくなんですけど、世界の状況を今、客観視してみたらどうですかと、ニュース見てくださいって言って、 風なんで言うと、まあまあパニックになってるなーっていう風なのをちょっとこう引いてね、見るんですよね。引いてみると、こうパニックになってるなーっていう中で、次ですけど、慌てず先を読むと、えー、な、この状況がこうなってたらどうなるんだろうっていう、次ですね、次の段階ですね。あの、一番初めで言ったら中国発信しないなー、でも増えそうだなーってことは日本どうなるんだろう。日本全然、他の国は、 まあシャットダウンして、シャットアウトしている中で、えどうぞどうぞ、あ中国観光だな、急接だな、どうなっていくんだろう、広がっていくな、っていうふうな、こういうふうな予測が立てれるんですけども、まあ次ですね、現段階広がるな、っていう中で、さらに広がるな、そしたらどうなるかな、っていうふうなので、言ったら、まあ当てず先を読みながら、え取る行動っていうふうなのを、それぞれね、考えてみるのがいいかなと。 僕はカップラーメンを買おうと思います。はい。で、最悪の事態が起こったらっていう風なね、こういうふうなのはあまりね、聞こえは良くないかもしれないですけど、常にこう最悪の事態っていう風なのを想定しつつ物事を考えておくと、これは当時でも大事なんですけど、最悪の事態が起こった時っていう風なのを考えながらですね、 もちろん逆に行った時っていうふうなのもありますけども、その辺で常にこう想定しながら、えー、備えるというふうなことです。で、あとですね、感情で考えるべきではないです。これ、まあね、安倍政府が悪いとかね、ごてごてだっていうふうな僕も思います。 もうちゃんとせよと思いますけども、だからといってこうね、感情的になりすぎると、自分自身がコントロール効かなくなって、SNS ね、わわわわ,わ、ね、荒らしちゃってね、バン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 発信してしまうっていう風になりかねないので、この辺はね、一回落ち着いて、現段階でどうだろう。日本は、ま、頑張ってると。頑張ってくれてる中で、日本政府が頑張ってくれてる中で、現段階自分ができることはどうだろうっていう、家族に対してできることはどうだろうっていうので言ったら、僕はやっぱカップラーメン買いに行きます。っていうことです。 はい、えーとですね、最後ですけど、まあ、書道の大切さを痛感しました、今回で言うと。やはり、まあ、中国がどこうの前に、やっぱね、書道の大切さ。 って言ったら、まあ、マスクがなくなるっていう,ふうなのは、ちょっとねあの予期せぬ出来事でしたけども、それで言うと初動で動かれてた人っていっぱいいると思うんですけども、まあ、マスクを買い占めるって言ったらちょっといやらしいですけども、自分の、ね、家に大切なものですね、マスクをしっかりこうこう確保しておくっていうことで、自分自身が行動しやすくなるっていうふうなことですね。でこれは別に今回の件だけじゃないっていうふうな話なんですけども、まあ、世界中にこういうふうな件が広がりましたけども、 日本のみの時っていうのもありますよね。日本のみでパニックになったって言ったら、この東日本の大震災の時で言ったら、水がね、えー、大丈夫かと。原発大丈夫かっていう風なのでパニックになって、水がもうバカ売れしたんですね。ああいう風なの言ったら、やはりあ,あそこでも結局不安心で一気に群衆がね、動いちゃってるっていう風なので言ったら、 想定していればもしかしたら水を確保している人はいますよね。えー、ちょっと待ってよこ。政府がごたごたやんって、そのごたごたをずっと追いかけてるんじゃなくて、ごたごたの先でうまくいかへんかったらっていう,こう最低限の、最悪の事態をね、想定してたら、 ああ、水確保しとこうっていう風になってる人もいるかなと思います。まあ、これをね、ビジネスっていう風なのに変える人もいます。で、まあ、これは難しいですけどね。その賛否両論あると思いますけど、まあ、マスクを売るとか、マスクを売ってリザヤを抜くとか、そういう風なので、あのー、転売ですよね。そういうのでビジネスとして成り立たせている人もいますので、こう、初動の大切さっていうので言ったら、 もそれぞれですね、学生さんにとっても、社会人にとっても、まあ、副業をやってる人にとっても、ですね投資をしている人にとっても、初動の大切さっていうのを、今後もね痛感、痛感したので、生かしていただけたらと思います。 はい。えっ、ー、と、本日は以上となりますが、畑中部屋では、まあ、投資歴16年、カ替セットレードで言いますと、13年のね、経験に基づいて、えー、今回のような世界情勢で言うと、まあ、投資にも響いてきますので、えー、これらの,の元に、えー、配信していってます。毎日配信していってますので、ぜひね、えー、動画下にあります、チャンネル登録、リンクの方、よろしくお願いいたします。それでは、えー、本日は以上となりますが、えー、あ、最後にね、え、評価ボタン、グッドボタンいただけと、 日々の更新の励みになりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。えー、最後までご覧いただきましてありがとうございました。えー、また明日、失礼します。